こんにちは、あやです。実は冷蔵庫を買い替えたので、今までの冷蔵庫ありがとうっていう気持ちと、これから新しい冷蔵庫よろしくっていう気持ちを込めて、ちょっと思い出として動画に残そうかなって思ったので撮りました。冷蔵庫収納っていう感じではないんですけど、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それではレッツゴー。はい、私は大学1年生の一人暮らし始めた時から最近まで、私が一人暮らしの時使ってた冷蔵庫を使ってたんですけど、一人暮らし用の冷蔵庫なので、ほんまにちっちゃくて、冷凍庫もちっちゃいし、冷蔵庫のところもちっちゃいし、野菜室っていうところもないし、結構二人で使うのにはちっちゃかったので買い替えました。ではそんな大学1年生の時から使ってた一人暮らし用の冷蔵庫、こちらです。じゃーん。これが私が大学に入るときに一人暮らしを始めたときから使ってた冷蔵庫です。こんな感じで、卵とかバター、レモンとかチューブ類、なんか余ったこういうのとか、その時のまあ大体水とスプライトと牛乳と、あとなんかジュースみたいな感じと、ここはもう調味料系とか、これお菓子、彼氏がチョコレート冷蔵庫で冷やす方が好きなのでチョコ入ってたり、これハムスター買ってて、夏にちょっと天国行っちゃったんですけど、そのまま大好きやったものを冷蔵庫で保管できるものを保管しといて、お墓参り行く時に持って行ってます。ウェイパーとか粗挽きマスタードとお米、とりあえず今ここに入れてて、上ももう全然ないんですけど、ここにはゼリーとか、ちっちゃい飲み物とか入れてて、ここはもずくとか、こういう感じで入れるヨーグルトとか入れたりとか、まあ、ここら辺を入れて、ここはお味噌汁とかで使うような味噌とかだしとか、あとは片栗粉と薄力粉入れてます。もう全然ないですね。こんな感じでお世話になりました。でこの下は冷凍庫なんですけど、上はアイスがついてなかったので、ここにアイス、冷凍のご飯とか、ここにアイス入れて、保冷剤とかなんかいろいろ入れて、下はなんかちょっとくぐって、なんかお肉とか野菜とかキノコとか入れたりとか、でこの端っこに焼きおにぎりとか冷凍食品とかを立てて入れたりとかしてました。もう中身はちょっと少し残ってたものはもう出しちゃったんですけど、あとはアイス1個食べようと思います。お世話になりました。はい、長い間ありがとうって思いました。なんか別れがすごく寂しくなっちゃったんですけど、やっぱりこれからの生活を考えると、やっぱり新しい冷蔵庫の方が絶対に便利なので、ちょっと今回は感謝の気持ちを込めてお別れしました。で新しい冷蔵庫はこちらです。じゃーん、新しい冷蔵庫が届きました。でっか、もう絶対この三菱の冷蔵庫がほんまに欲しくて、安くなるのを待ってたんですよ。で10万円ぐらい安くなったので買いました。開けます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、やばい。まださっき、ほんまにさっき届いたばっかりなので、まだ1時間冷やしてから物入れてくださいって言われたので、まだ何も入ってないんですけど、ここはここの機能がめちゃくちゃ良くて、お肉とか魚とか弱冷凍みたいな感じで、こう切れる冷凍保存みたいな、サクッと切れる冷凍保存ができる場所で、もうこれほんまに欲しかったのでめっちゃいい。ここが氷で、ここが野菜、
なんか最近の冷蔵庫って結構この真ん中が冷凍庫のものが多くて、でも私は野菜室が真ん中にあるのはもう結構重要なポイントでした。で一番下が冷凍庫、冷凍庫も大きい。こんな感じが新しい冷蔵庫です。はい、こんな感じでまだ冷蔵庫が届いたばっかりの状態だったので空っぽなんですけど、これから使っていこうと思います。私たちが今回買った冷蔵庫は三菱のものなんですけど、私が絶対にこの冷蔵庫が良かったんですよ。なんでかっていうと野菜室が真ん中にあるっていうところです。私はやっぱり野菜室よく使うなーって思ってるので、野菜室が真ん中にある方がもう絶対便利やなって思ったので野菜室真ん中のものが良かったんですよ。で氷の右側のところが切れちゃう冷凍庫っていうちっちゃい冷凍庫がついてて、魚とかお肉とか冷凍したものがこう切れちゃう冷凍庫で、なんか普通やと冷凍庫に入れたらこうカチカチで解凍しないと調理しにくいじゃないですか。でもこの冷蔵庫には切れちゃう冷凍庫って言ってそれがついてて、その冷凍庫に魚とかお肉入れてると2、3週間持つ冷凍庫がついてて、それがめっちゃいいなって思ってこの冷蔵庫にしました。この2点が私の中で結構決め手になったポイントです。最初2、3月ぐらいに見に行った時はめちゃくちゃ高くて、でも冷蔵庫の値段とかをこう調べてると結構こうワーシーズンシーズンを置くと10万円ぐらい下がる傾向を知って、ちょっとワンシーズンシーズン我慢してたんですよ。そしたら10万円ぐらい下がってたので今回購入しました。これから大切に使っていこうと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。今回は本当になんか収納動画でもないし別に商品紹介でもない、ただの私の自己満動画というか思い出用の動画になっちゃったんですけど、見てくださってありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。